にちは。本日の動画はバスケにおいて大事なこといろいろあるんですけど、結構めちゃくちゃ重要って言っても過言ではないそのフィジカルな部分すごい大事で、小学校とか中学校とかどんどんやっていくにつれて、どんどん上がっていくにつれてフィジカルっていうのは大事になると思うんですけど、実際今日井上亮君と1対1して、亮君バスケ大学でやってたんで、なんかもうそこですら全然フィジカルの差、まあ、そもそも僕細身っていうのがあるんですけど、そこのフィジカルの差っていうのはそのプレーにめちゃくちゃ出てきちゃう部分なんで、フィジカルはすごい大事っていうことで、今日はね僕の友達ですごい筋肉やばい人いるんで、フィジカルトレーナーとして体作りのサーキットトレーニングを考えてきてもらったんで、今日は僕教えてもらいながらやっていこうと思います。お願いします。筋肉大事、フィジカル大事、筋肉大事、フィジカル大事。オーマイガー、筋肉いやえぐい。これ生で見た方がエグいのかな。腹筋とかも、うん、うわエグい。今日は、まあ、バスケに、まあ、全身鍛えるサーキットトレーニングみたいな考えてきてもらったんだけど、まあ、メモしてるもんね。あ、オッケー。じゃあメモ見ながらやってください。じゃあ俺も正直何やるか分かんないから、見よう見まねでやって5分間のトレーニング終わったら1個ずつなんかポイント紹介しておくということで、じゃあ早速、やっていきたいと思います。お願いします。じゃあそれぞれの種目ごとに15秒ずつで変わっていく、休憩挟みながら15秒ずつやっていくみたいなんで、早速やっていきます。よしよし、行きましょう。よーいスタート。恥ずかしいわ、俺綿の泊まりで筋トレするのマジで嫌だ。全然嫌じゃないよ。無理無理、15。はい、なら待つ、なら。三角なのこれきついな、これ無理もできん。いくい。わざの隣で筋トレするのマジで嫌だ俺。これがいいわ。俺とやるとやってもそう。次は動かない。久しぶりにやるときついた。でもこれはいけるんだ。何キロメニュー考えてきた。きついぞ。次だね。はい、行きましょう。俺の方見ない方がいい、皆さん。あとは見てください。俺多分間違ってます。できるんじゃない。後輩に行くぞ、俺行くから。後輩ちゃんに行く。後輩に行く。あ、そう。後輩行けないって行く。オッケー。あ、またここに一緒か。なにこれ。ちょっと浮かす。そう、あ、
手下ねえとこで。休憩。じゃあ、わしで。いや、背筋一番楽だよ。はい、行きましょう。あ、そうっすか。いいね、いいね、これめっちゃ効く。例えばその背筋とかで言ったらさ、ジャンプ使うじゃん、バスケの、うん、体幹もちろん一番大事。ベンチとかもさ、バスケ選手よくやるじゃん、うん、足なんて、なんかすごいいいね。でも当たり負けしんような体を作るためにも必要なメニュー。いいですね、ありがとうございます。フィジカルトレーナーで、まあなんか簡単に注意ポイントがあるメニューだけ、じゃあポイントだけ説明してもらえば。まあでもこうやってやった時も一番きつくするためには完全に上当たらんのが一番です。2割ぐらい残す感じ。その時は本当はなんか椅子とかあったらいい。そうそう、それならやるやつ。シュートの飛距離が伸びるここの三頭筋、やっべえ、バカ詰まってる。高橋これで何も押さえなかったじゃん、うん、だけどこれ押さえた方が固定できるもんで、こうやって。あ、まあこれも結構ボクシングやってる人とかも多いんだけど、こうやって、うん、手をつけずに下までな、下まで、下まで膝がつま先より前に出ないようにこう下に下で、そう、これを大事なのは継続すること。継続すること。で、今のやったらこういう、こんなバスケ通ったら俺逃げるもん、うん。はい、ということで今日は、バスケにすごい大事なフィジカルの部分を鍛えるトレーニングとして、友達の、に教えてもらったんですけど、さっきも言った通りフィジカルっていうのはもうめちゃくちゃ大事で、まあ、ここまで慣れとは言わないですけど、フィジカル作って、バスケするっていう、皆さんもね、まあ、僕も回ったと一緒にいる時は一緒にね1日5分これを継続して、頑張りましょう。それではありがとうございました。